こんにちは、CRD です。今日はですね、久しぶりにナイキの特集ということでさせていただければと思うんですけども、何の話をするかというと、サムネタイトル通りなんですが、エアマックス95ということで、こちらの話をさせていただきたいと思います。結構ね、エアマックス盛り上げに来てるなっていう風な感じがね、皆さんね、思うところがあるかと思いますけれども、それもこれもですね、僕が思うにおそらく来年、30周年を迎えるエアマックス95、これに向けてのスパートをですね、ナイキがかけてるんじゃないかなという風に思うところですね。以前にこういった動画も出しましたね。エアマックス95が来るんじゃないかっていう風な話をさせていただきました。その予兆として何があるかというと、 Air Max 95のですね、最近あんまりレギュラーモデルがね、そんな出てないということ、それと、コラボモデルに関してもですね、そこまでたくさんリリースされてないんですよね。まあ新作ちょこちょこ出るんですが、海外限定のものが多かったりとかですね、日本に入ってきているものというのは割と少なめな印象があります。そんな中でですね、今年の後半にはね、コーテイズと Air Max 95のコラボがね、出るぞという風な新しい色ですね。これね、過去に販売された時はポップアップストアみたいな形での販売だったんですけども、暴動レベルでね、めちゃくちゃ盛り上がったっていう、そういったことがありましたが、それの新色が出るということで、黒黄色モデルがね、出るという感じなんですけれども、それがあったりとかですね、あとセントラルシートのコラボがリリースされますよという風な話があったりとか、まあ今年もね、そういった話題が出てるんですが、やっぱりね、来年 AMAX95 の30周年に向けてですね、僕はおそらくナイキは AMAX を盛り上げに来てるんじゃないかという風に思うわけですね。今年に入ってからは AMAXDN もすごい好調ですし、あとね、 AMAX サンダーに関しても今割とリストックされて、サイズによってはかなり買いやすいかと思いますが、それでもね、最初の方めちゃくちゃ好調だった感じですよね、売れ行きが。それでバリエーションもこれからね、出てくるということで言われてますけれども、そんなエアマックスを盛り上げようとナイキがしていて、実際に注目も集まってる中、来年30周年を迎えるエアマックス95の一番おそらく皆さんも僕もですね、注目しているモデル、それがイエローグラデーだと思うんですね。これの OG がですね、前回復刻されたのが2020年ということで、この僕が持ってるエアマックス95の2015年のものなんですけれども、これ以降ですね、グラデーションのステッチがシングルステッチであるとか、 AMAX 95に搭載されているマルチチャンバーエアのですね、前側部後側部のですね、気圧の表記までされているというところが再現度が高くなっているということですね。このあたりもですね、オリジナルの95と、あと2015年以降の復刻にはですね、記載されているものということですね。一応オリジナルが発売されてからちょっとの間だけはね、再販になった AMAX 95にもこの表記がされてたそうですが、いつしかこれがなくなったみたいですね。で、この2025年のですね、来年の30周年の復刻 AMAX95 に関しては、気圧に関してもおそらく踏襲されるであろうというふうなことなんですね。あと箱がですね、 OG の箱、当時1995年に発売された時と同じ箱の仕様でね、ちょっとサイズとかは違うんですけれども、リリースされたという、そういった OG 仕様のシリーズは本当ね、頻繁に復刻されてたんですが、ここ4年、復刻されてなかったということで、それが来年ようやく復刻するっていう話がね、以前噂が出て、それですごく盛り上がってたんですが、やっぱね、待望にしてた人多いと思うんですよね。僕もね、来年でこれ10年になりますんで、加水分解がそろそろ心配になってきた頃ですんで、新しいの欲しいなと思います。そんな AMAX95 がいつ頃どんな価格で、そしてどんな仕様で出るのかというところをちょっと深掘りして、今回ですね、来年の30周年のイエローグラデーについてお話をさせていただきたいと思います。現時点で分かってること少ないですが、分かってる限りのこと情報として伝えたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、それではここから詳しくお話をしていきたいと思います。まずはですね、このナイキの AMAX95 なんですが、イエローグラデーがですね、復刻されるという話が持ち上がったのが今年の7月頃なんですよね。で、その7月の段階ではですね、まだどんな仕様になるかというところは噂段階でしかなかったんですけれども、それがだんだん明らかになってきたということで、つい12時間前にですね、フットウェアニュースっていうね、僕がよく見ている海外メディアなんですけれども、海外のスニーカーメディア、こちらの方で報じられた内容が、今回のお話のソースになります。で、そこにはですね、 AMAX95 の現役世代、要するにね、1995年の時に AMAX 狩りとかがあった時ですね、その時の記憶をお持ちの方にとってはですね、本当に今回の、情報というのはすごい胸が躍るものになるんじゃないかなと思います。その内容なんですが、こういった記事でした。まずタイトルなんですが、ナイキは象徴的な AMAX95 にオリジナルのビッグバブルアップデートを提供していますということでね、詳しく解説は後でさせていただくとして、記事を読み進んでいくとですね、ナイキの象徴的な AMAX95 スニーカーは来年30周年を迎え、大きなお祝いのためのブランドの計画はすでに滴り始めています。新しい情報によると、スニーカーは1995年のオリジナルの外観と密接に一致する形で戻ってくることが示唆されています。複数のレポートによると、オリジナルのナイキ AMAX95 ネオンカラーウェイは2025年にビッグバブルでリマスターされます。このリマスターはスニーカーのシグネチャーである前足部、そしてかかとに見えるエアユニットを指します。95年の最初のリリース以来、バブルのサイズは大幅に縮小し、クラ
ラシックシューズの外観と感触の両方が変わりました。この変化はエアマックス95だけでなく、ナイキの1990年代のエアマックスシューズの多くは同様の運命を経験しましたというふうに書かれているんですね。この記事を解説するとですね、昔出たエアマックス95、1995年のオリジナルモデルと現在のね、この先ほど見せたこの95の復刻モデル、これは2015年モデルですけども、これとですね比べてみると、まあ画像で見るとね分かりやすいと思いますが、こんな感じでですね、エアバッグの大きさが違うわけなんですよね。旧来のもの、1995年のオリジナルのものの方がエアバッグが大きく見えるかと思います。そして現代版のですね、復刻モデルに関してはカラーウェイはほとんど一緒なんですけれども、このねエアユニットのところがどうしてもねちょっとちっちゃく見えるかと思うんですね。それが今回ですね、2025年のエアマックス95イエローグラデに関してはビッグバブル仕様ということで、オリジナルの1995年に出たものと同じ仕様のですねエアバッグになって戻ってくるっていう風なことが示唆されているということなんですね。これはねすごく大きなアップデートだと思います。正直ねこの形、この、僕の今持ってるね2015年以降のものなんですけども、これのねエアバッグの形っていうのに慣れてしまってるので、僕もね多くの方がそうだと思うんですけれども、もうこの形でね全然違和感ないって方多いと思うんですけれども、95年のオリジナルを知ってる方からするとですね、この現代版のねエアバッグの大きさっていうのはちょっと物足りひんというか、あれじゃないというか、オリジナルじゃないよというふうに感じる方も多かったんじゃないかなと思いますね。それが今回は解消されるということが、一番の大きなアップデートになっているということなんですね。そして先ほどの記事の中にはですね、90年代のエアマックス系スニーカーは同じようなねエアユニットがちっちゃくなっているものが多いっていうふうに言われているんですが、これはね本当なんですよね。例えばエアマックス96ありますよね。96と96-2があるんですけれども、これに関しては長いこと復刻されてなかったんですけれども、 WX っていうものが復刻されたんですが、その時にはですね採用されてたソールがめちゃめちゃエアが薄いやつだったんですね。これに関してはねわざと薄くした、その機能面をですねしっかり保ったまま薄くしたソールというかねエアユニットだったんですよ。なのでこれはね復刻というよりは別アレンジだっていう風にね、考えた方がいいかもしれませんが、その後に出た OG 仕様のものもですね比べてみるとやっぱりエアユニットがちっちゃいんですよね。まあ若干復刻版の95よりはですねちょっと分厚めな感じはするんですけども、それでもねオリジナルの96と比べるとこの復刻版96は少しねエアユニットがちっちゃいなっていう風に感じる方も多いかと思います。このねミッドソールの白い部分がですね余白が多く感じますもんね。はい、なのでちょっと物足りないように見える方もいるのかなと思います。これがですね解消されたっていうことが今回すごくね大きな改善点であるというふうに言われてるわけですね。でなんでそもそもねこのエアバッグの大きさがオリジナルのものと復刻のもので違うかってことなんですけども、これですね実はエアのサイズの変更の理由はですね SF6 というふうに言われている温室効果ガスの使用を排除するためにですね、ナイキがこのエアバッグに使われている空気のですね種類を入れ替えたっていうことに起因しているとのことなんですね。環境に配慮した優しいものにするための変更ということで、ナイキは2006年からこの SF6 の代わりにエアバッグに窒素ガスを使用するようになったんですね。その時期にエアバッグの大きさが変更になったんじゃないかなっていうふうなことが噂されているということで、実はですねナイキはこれについて公式な見解を出してなくて、このエアバッグがちっちゃくなった理由っていうのが窒素ガスを使用することになったからっていう明確な裏付けっていうのはね存在してないですよね。なんですけども、おそらくこのねガスの変更っていうのが大きいんじゃないかっていうふうな噂が今のところ有力ということですね。ちなみにエアマックスなのにこれ窒素使ってるんやったら窒素マックスやんけって思う人いるかもしれませんけれども、エアのですねその大気の空気中の成分のほとんどが窒素なんで、まあ大体エアマックスって感じですね。僕らがいつも吸ってる空気とほぼ同じものがエアバッグの中には詰まってるということです。そういったことで来年はですねかなり忠実な復刻モデルが出されるんじゃないかと、リリースされるんじゃないかっていうふうに言われているということですね。あの時の当時の形のものをですね、履ける状態で手に入れることができる可能性があるなと思うとすごくね、僕は期待が高いなというふうに思っております。最近はですねナイキやっぱりねこういった再現度の高い復刻っていうのにすごい力を入れてるなって感じがしてて、来年ですねブレッドが当時のね、85年仕様で復刻するっていうふうな話も出てたりしますよね。エアジョーダン1のブレッド、今まで出てたブレッドに比べてですね再現度が高くて、タンタグの色であるとかですね、あとシルエットに関しても85年のシルエットで出してくるというふうなことが噂されてるんですね。そして今年のですね10月18日にも発売日が決定しているということなんですが、ツマクロありますよね、こちらの方に関してもプロトタイプのものを再現した形で出るっていうふうに言われてます。これまたねちょっと別でねお話ししたいと思うんですけれども、こういった今までやってなかったような忠実な再現、復刻をするっていうところに関してはですね、ナイキが一旦ねスニーカーブームが終了したっていうことをやっぱり察したんだなと思いますね。2022年頃にそこからこういったもののですね開発を始めてとか、あとねそのエアマックス95も30周年で、エアジョーダン1に関してもね来年40周年ということがありますんで、そういったところからね忠実な復刻モデルを出すというねことをしているのかもしれないです。
ですね。だからこれからねポン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 出てくるかどうかわからないです。こういった、復刻忠実なものがね出てくるかどうかわからないですが、来年に関しては特にこういったねオリジナルに忠実な復刻をするという路線を強化していくんじゃないかなと思います。特にこのエアマックス95とエアジョーダン1に関しては来年がねやっぱりもう本当に一番の力の入れ時かなと思いますんで、なぜかシカゴは出ないっぽいですけどね、はい、ちょっと気になりますけれども、そんな感じで噂されているということですね。そしてこの来年発売される30周年のエアマックス95、忠実なオリジナルの復刻がですね発売される時っていうのも大体このぐらいじゃないかなっていうのが予測されてて、それがですね来年2025年の4月っていうふうに言われてます。もっとね後半の方に発売するのかなと思ったんですけども、4月ということで、そして肝心な価格ですね、どれぐらいの価格で販売されるのかっていうところもですね今予想が出てるんですけども、これがですね今のところ180ドルになるんじゃないかなというふうに言われてます。180ドルを今のね現在の円とドルのレートでね照らし合わせてみるとですね、日本円でだいたい2万5000円から2万6000円というところなんですね。そして実際ね今180ドルで販売されているナイキのスニーカーがあるんですけども、それがですねエアジョーダン1ですね。こちらの今定価がですね2万6950円というふうになってます。結構まあ高めですけれども、まあジョーダンシリーズになってくるとねマイケルジョーダンへのロイヤリティが発生するので、それがだいたい 5% 乗ってると言われてたりするんですね。だからこれよりはちょっとねエアマックス95に関しては安くなる可能性があるかと思いますが、おそらくですがこれに近い価格のですねものになってくるんじゃないかなと思うんで、僕が予想するところではおそらく2万5000円前後かなというふうに思いますね。一番直近で復刻された2020年の12月に発売されたエアマックス95イエローグラデはですね、日本での定価が1万8700円でした。なんですけども、ここからね4年間で結構もうねスニーカーの値段上がってますし、特にナイキはその上がり幅が結構大きいなってところで、エアジョーダン1もそうですし、エアフォース1も結構ね値上がりしてます。エアマックス95に関しても最近レギュラーのモデルでも2万前後かなって感じなんで、それ考えるとおそらくね95のイエローグラデちょっとスペシャル仕様になってるものですので、それが2万5000円するっていうのは普通にね考えられるところかなと思いますんで、おそらくこのあたりの価格で来年は発売されるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあここまでねイエローグラデに関してお話をねずっとしてたんですけれども、来年に関してはですね、まあエアマックス95自体の30周年ということもありますんで、他にもねいろんなスペシャルモデルが出るんじゃないかなということが噂されてます。そのうちの一つがですねこちらですね、エアマックス 95SB ですね。これは今年リリースされるんじゃないかっていうふうな話もありますけれども、今のところちょっと動きがないというところなので、まだまあ噂段階なのかなって感じですが、すでにねカラーウェイはこれで出るんじゃないかなっていうのがね、スタイルコードなんかもねリークされてますんで、おそらくこのねパープル系のパープルとかグレーとか系のやつでガムソールのものになるんじゃないかなっていうふうに噂されてますね。まだ全くこれはね本当に全貌が未定ですね、どうなるのか全然わからないですし、 AMAX 95でね SB ってちょっとなんか意外というか、こんなにねエアバッグがすごいたくさん露出してるモデルってね SB に向いてるのかどうかみたいなところを感じるところはあるんですが、以前にもねエアジョーダン4が SB としてね出て、ビジブルエアでね出てたりもしてたんで、まあそれに比べるとだいぶエアバッグの量多いんで、これでねスケートに使ったら結構すぐにねもう破れて終わっちゃうんじゃないかみたいな感じるところもありますが、すごく面白いと思いますし、2000年代ぐらいにね出てたボリュームスケッシュみたいなやつって結構ねエア入ったやつありましたよね。だからそういったノリでね今回このエアマックス95も出してくるんかなっていう風に感じるところがあります。そしてこの OG のですねエアマックス95 4月発売ということで、その前にですね2006年に発売されたグラフィティアーティストのスタッシュとのコラボのエアマックス95、これがですね来年2025年の3月26日エアマックスデイに発売されるっていうことが予告されてたりするんですよね。これはスタッシュ自身がですね自分のインスタグラムの方に載せてたみたいなんですけども、全貌に関してはモザイクかけられててちょっとわかんないですよね。なんですがカラーウェイ的にはおそらく同じ感じでですね、もう完全復刻かどうかわからないですけれども、似たような感じでの復刻になるんじゃないかなっていうことはおそらくこれは確定かなと思いますね。これがエアマックスデイに出た後にですね、次の月にはエアマックス95イエローグラデが、来るということでですね、来年の3月と4月はかなり慌ただしくなりそうな気がしますね。そんな感じで今回エアマックス95来年30周年に向けてですねイエローグラデ復刻するんじゃないかってことで、お話をさせていただきました。まあ現段階で分かってること結構ねあったんですけれども、それもね正直まだ、公式から出てるわけじゃなくって、現在リーク情報としてここまで上がってるって感じなんですね。なので変更が加えられる可能性もありますし、ビッグバブルで出ないとかっていうね、オチもあるかもしれませんが、今のところねビッグバブルで出るっていうところに関してはまあ硬いかなというふうに言われてるようですね。どうやらこれを待望してたオリジナルファンの方もねいらっしゃるかと思いますんで、そういった方にとっては本当にね朗報かと思いますし、久しぶりにね AMAX 95がリリースされるとイエローグラデがですね復刻されるということで、今回5年ぶりになりますんで、どちらの仕様であれ今から楽しみにしてる方も多いんじゃないかなと思います。僕もそのうちの一人ですんで、今後もね続報があればぜひお
伝えしていきたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、エアマックス95イエローグラデーについてお話をさせていただきましたが、今回ね、この、復刻に関してはですね、完全に忠実になるっていうふうなことが一応謳われてはいるんですけれども、まあ、このね、ビッグバブルにちょっとだけね、懸念があるとすればですね、不安があるとすれば、もう正直この、復刻の方にね、僕らが慣れすぎてしまってるせいで、もしかしたらちょっとね、違和感あるような見た目に見えちゃうんじゃないかなっていう懸念も少しありますね。ここがね、ビッグバブルになって森ってなってるやつを見て、ちょっとなんかエアバッグでかいなみたいな感じで、逆に違和感を感じる可能性もあるんかなっていうのね、若干思ってますけどね。まあそれにしてもね、久しぶりの復刻ということで、僕ね、先ほども言ってましたけれども、どちらの仕様にせよですね、本当に楽しみです。で、エアマックス95の話をするとですね、95イエローグラデの話をすると、若い方特にだと思うんですけれども、あんまりね、これの良さわからないっていう方もね、いらっしゃるんですね。なんかこれを全然かっこいいと思わないんですけど、皆さんかっこいいと思うんですかみたいな感じで、ね、おっしゃられる方もいるんですけれども、多分これね、もう擦り込みなんですよね。特に僕らぐらいの世代のね、30代40代の人からすると、昔にですね、めちゃくちゃ流行ってエアマックスを狩る人間までね、現れたというような、そういったものなんで、これがすごく魅力的に見える擦り込みは正直あるかと思います。まあレアスニーカーのね、走りみたいなもんだと思いますんで、まあそういったこともありますが、デザイン面で言うとね、当時すごく画期的だったそうですね。このグレー基調で、このね、ネオンイエローが入ってるっていう風な、そういったカラーウェイっていうのがなかなかなかったそうです。ランニングのスニーカーだと、もうちょっとね、青とか、赤とか白とかですね、そんな感じで爽やかな感じのね、カラーウェイっていうのが好まれてたそうですが、そこに来てこういったね、グレーのグラデーションっていうね、なかなか渋い色のチョイスをするっていうところも売り上げにつながったのかなというふうに思います。日本で特にこの Air Max 95ってすごい流行ってるんですよ。流行ってたんですよね。アメリカではその頃余ってたっていう話ですんでね、だからまあ日本独自でね、流行ってた理由として、芸能人が履いてたとかっていうのも結構ありますから、単純にやっぱりその時の思い出っていう補正がね、かなり大きいのかと思いますけれども、 Air Max 95はその擦り込みも含めて、僕は一つのカルチャーだなと思いますんで、スニーカーカルチャーの中でも大きな礎を作ったマイルストーン的モデルだと思いますんで、そういう意味ですごく僕は重要だと思います。まあただ魅力を感じないという方の感性もね、僕は大事かと思いますんで、そういった方もいるんだということはね、心に留めたまま、まあそれでもね、僕は欲しいと熱い気持ちがあるんやという方はね、来年に期待していただいて、僕と一緒にね、これライブコップしますんで、絶対狙っていただければと思います。皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、このビッグバブルでのね、復刻がおそらくされることはね、可能性高いんじゃないかなと思いますんで、それがもし出た時ですね、来年イエローグラで復刻した際、皆さんは狙いますか、それとも狙わないですかね。ビッグバブルとしての復刻に対する期待であるとか、あとね、逆に期待別にしてないと、前のこのままでいいよっていう風な方もいらっしゃるかと思いますんで、皆さんの意見もよかったら聞かせていただけたらと思います。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRD でした。Air Max, Air Max, Air Max.